ププ主のバンボットだぜ。生徒のマリサです。オタクやは、始めるぜ。マリサよ、先日新仮面ライダーを鑑賞してきたぞ。あれ、今回はいきなりの話題ですか？うむ、取り急ぎ感想を述べるので、いつものくだりは、省略だ。なるほど、今回は短めの回にするんですね。そういうことだ。いつまでも、うだうだと茶番劇をやっている場合ではないのだ。師匠は、新仮面ライダーを鑑賞したということですが、見終わってどうですか？うむ、ヒロインの、緑川瑠璃子を演じる、浜辺美波が、思いのほか素晴らしかったな。浜辺美波って、本名すか？なんか、出来すぎた名前ですね。どうやら、本名らしいぞ。浜辺の、美しい波、なんて、絵のような情景が浮かぶな。師匠は、彼女のどんなところが気に入ったんですか？美貌だけじゃなく。基本的に、緑川瑠璃子というキャラクターは、クールな演技で押し倒しているが、目の表情がいいな。目の演技ですか？そうだ。これから見る人も、あるいはもう一度見る人も、彼女の目の演技に注目してほしい。あるいは監督の指導があるのかもしれんが、ちょっとした視線の演技で、彼女の心理が表現できておる。それは注目です。それでは特撮とか、アクションはどうだったんですか？うむ、さすが庵野監督というべきか、すべてが見せ場、といった感じだな。ということは、傑作？いや、そこが微妙なところだな。仮面ライダーを、初代から見続けているファンにとっては、たまらない映画だろうが、知識ゼロの観客はどうなんだろう？え、つまり、どういう意味です？この映画には、初代仮面ライダーから、原作漫画、その他石森作品のオマージュが出てくるが、その知識がない人間にとってはどうなんだろうな？そこのところを、もう少しわかりやすくお願いします。うむ、例えば、この映画を、日本のアニメや、特撮の知識がゼロの人間が見た場合、楽しめるのか？どうしてですか？さっき師匠は、前編、見せ場ばかりですごいとおっしゃってましたよ。うむ、それは否定せん。まったく、次から次へとものすごいカットが連続で、一瞬も目が離せなかった。絶賛じゃないですか？この映画、傑作じゃないんですか？そうなのだが、例えば、日本のことをまるで知らない、外国人が鑑賞した場合、楽しめるか疑問なのだ。それはどういう理由ですか？わしはこの新仮面ライダーという映画、仮面ライダーファンによる、ファンのための、ファンムービーではないかと思うのだ。多分、40代後半から、50代までの熟年で、子供の頃、仮面ライダーに夢中になった世代なら、文句なしに楽しめ、涙を流すと思うぞ。わしはライダー2号が登場して、1号と戦う場面で、藤岡弘の有名なエピソードを思い出して、膝を打ったぞ。それじゃあ、師匠は？わしは仮面ライダーは、石森章太郎の漫画で知った世代で、テレビはほとんど見ておらん。え、どうしてですか？何しろテレビで仮面ライダーがヒットした頃は、わしは SF 原理主義者で、少しでも SF 考察が甘い作品は SSF として排除しておった。それはちょっと、要件が。もともと、仮面ライダーは子供向け番組だ。それに本格 SF を求める方が、間違っておる。例えば、この映画を、ハリウッドがリメイクすると妄想してみよう。お、師匠お得意の、妄想考察ですか？おそらくだが、ハリウッドがリメイクした場合、この映画は、最低でも日本の映画になるだろう。一本では収まらないと？そうだ。この新仮面ライダーには、何人もの怪人が登場するが、その怪人一人一人の、物語が必要になると、判断されるはずだ。さらに主人公の、本郷猛のバックグラウンドも、語らねばならぬ。ハリウッドなら、必ずそうなる。ああ、例えば幼少期のトラウマとか、恋人との別れとか、複雑な人間関係とかですね。そうだ。本郷猛の動機も、本編でわずかに触れられて入るが、ハリウッドだったら、それだけで映画の尺、半分くらいは説明に費やすだろうな。さらに登場する怪人たちの、怪人に変身する動機とか、どんな家庭的な悩みがあるのかとか、それらもろもろ描かないと、成立しないと判断されるだろう。そんなのいちいち描いていたら、一本の映画に収まるわけ、ありませんよ。だからわしは、この映画、ライダーファンが、ライダーファンに向けた、ファンムービーと言ったのだ。多分、この映画を見に行くほとんどの人は、仮面ライダーとはこういうものだ、という知識があるから、省略も受け入れられる。だが、仮面ライダーについて、何の知識もない人が鑑賞したら、かなり戸惑うかもしれんな。お言葉ですが、今まで仮面ライダーを、一度も見たことないって人も、少なくとも日本で暮らしていたら、基礎的な知識はあるんじゃないですか？それは正論だな。日本で生まれて、日本で暮らしていたら、仮面ライダーについて、何らかの常識というのは入ってくるかもしれん。素朴な疑問なんですが、全く予備知識のない人、そもそも新仮面ライダー、見に行きますかね？むむむ、それは、まあ、ありえんだろうな。だったらいいんじゃないすかね？師匠はちょっと、考えすぎですよ。仕方がない。なぜならわしは、オタクだからな。あと打足だが、映画館では新仮面ライダー鑑賞前に、カードがプレゼントされるのだ。あ、ライダーカードですか？師匠はどのカードを手に入れましたか？一郎と、ライダー2号のカードだったな。だが、わしの欲しいカードではなかったのが残念だ。師匠の欲しいカードって、何だったんです？ゲームカードだ。それと、この映画を見て、あるゲームをやりたくなってきたな。お、それは何というゲームですか？プレイステーションで発売しておった、アジトというゲームだぞ。秘密基地を作るゲームで、2からは東映のヒーローを、キャラで使えるゲームだ。なんと、悪の秘密結社も作ることができる。それはすごい。東映特撮ファンなら、絶対、ハマりそうなゲームですね。この動画が気に入ったら、コメント、高評価、登録などよろしくね。それでは次回の動画をお楽しみに。